はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきます。今回のデッキいただきました改良ということで、はい、以前使っていたゾンビデッキの改良版というよりは、まあ、ヒーローを追加したバージョンですね。はい、英雄を追加しました。で、まあ、僕交換したというよりは、まあ、このロトの血を引くものしか持ってないので、はい、ロトの血を引くものでやっていきます。で、まあ、なんていうんですかね、ベターな感じではございますよね。このシーゴーレムとか、デビルアーマーですかね。まあ、デビルアーマーは、まあ、雷鳴の剣を目当てとしている感じですが、ゾンビオスの方がでかいですかね。はい、なので、まあ、英雄プラスゾンビです。だから、まあ、なんていうんですかね、結局はレオコーンも必要ですし、まあ、序盤中盤はロトの血を引くもののスキルで、処理もできるといった感じですかね。はい、ということで、今回はこのデッキでね、はい、ちょっと遊んでいきたいなと思います。それでは行きましょうか。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、やってみましょう。敵さんはピサロさん。ピサロさんは今、あれなんだろうな。ちょっと聞いたところによるとは、テンションピサロが強いって聞きますけど、まあ、これちょっとこの剣だけ返していきましょう。ロトの血を引くもの。おー、ほいほいほい。ほいほいほい。敵さんはどうだろう。多分ね、8だとは思うんですけども。じゃあまあ今回は、こいつを使って次ロトの血を引くものといきましょう。さて、どうかな。一応シーゴレムいるから仁王立ちも張れる。まあ8だよな。うん、8だと思ったよ。私は8だと思っていたよ。で、ヘルオーディンいいね。オッケー、ロトの血を引くものを使いましたと。これでまあ殴っていきましょう。テンションつけるのはまだ使わない方向。さてと、敵さん8だからテンションだよな。うん、テンションなんだよな。怖いな。ピサロはあんまり知らないんですよね。いろんなドラゴンクエストライバルズの動画をね、出していらっしゃる方の動画見るんですけども、大体ジェシカとかテリーとかトルネコさんとかばっかりなんで、全然見ないからちょっと怖いところではありますがね。これはどうしたらいいですか。私のターンだ。で、敵さんの4ターン目何してくるかな。 PP をブーストはできてないので、まあまあといった感じなんですけども、ピサロナイト一体出すと。我が血族、我が血族。なるほど、これで1枚カードを引いてと。で、次シルビアあたり来そうな気もするけどね。強っ、何それ。それ強いよ、それは強いよ。見せてやる。ちょっと強いですよ。あ、じゃあもうこれはガスト、ガスト出しつつ、そうだな、これこれ1ダメージ与えておきましょうか、こいつに。で、殴りつつ、テンションスキルも使っておきましょう。テンションスキルでこいつを取っておく。三日月よ、俺に力を。まあ、ちょっとこの後が怖いっちゃ怖いけど、まあ敵さんテンション上げてくるでしょ、次。全てを無。敵さんテンション次絶対1コスト上げてくるんで、残り 4PP で何をしてくるか、4MP ですね。はい、4MP で何をしてくるかですけど、どうかな。シーゴーレム2枚目。なるほど、なるほど。めんどくさいっちゃめんどくさいが、次は最短でヘルオーディンでいけるか。二
出よ。入れよ。我が血族。我が血族。なるほどなるほど。でどうするかな。これヘルオディンでいいか。ヘルオディンしかなさそう。俺のターン。ヘルオディンしかなさそうなのでヘルオディンでいきましょう。うん、ヘルオディンでいこう。止まってくれ。2ダメージ与えるっていうのはこいつに使えるんだよな。で窓ハンドでいこうか。でも当たっておきましょう。窓ハンドで、ウォールを張っているので、私の方にはダメージが来ないと。私のターン。敵さんはこのハートはスキルブーストを持つカードを使用した時がちょっと怖いので、まあ、スキルブーストを絶対持ってると思いますが、味方ヒーローがいる場合敵に来て一体マイナス2に。なるほど、面白い。何じゃこれ。メイデンドール怖いな。怖い名前のモンスターがいたもんだ。で、どうするかなんですけども、これ王女、王女救出2ダメージ、2ダメージ、2ダメージ、守護の突破はしなくてもいい。守護の突破はしなくていいのか、おい。どうなんだ、俺。どうなんでしょうか。守護はまあ突破しないでいいでしょう。ここは魔物使いを2体出していきましょうか。 OKOK。 これでまあレオコンが来たらいいな。まあレオコン確定で来るよね。ガストも1枚出してヘルオディン2枚手札にあるんで、いてつく波動が勘弁してほしいけど、今時いてつく波動入ってないよね。うん、入ってないと思うんですけど、敵さんまだスキルブーストが使えてないな。でしょうか、これは。次なんだったらヘルオーディンプラス王女救出でも良いので、なんだったらまあ雷鳴の剣でもありですし、敵ユニット1体に3弾負け一戦。うへー、なんじゃこれー、強っ。何それ強っ。まあこれでレオコーンですな。いいですよ。この一手重いな。この一手重いな。ね、まあヘルホイン確定だね。ホークブリザードランダムのみ、マジか。そんな、なんだこれ。コストが下がっていく系か。きっちり使ってきたな、敵さん。処理がうまい。うわー強いぞこれは。デビルアーマー、デビルアーマーまだいいかな、どうだろう。ヘルオディン置いときたい気もするんですけど、まあまあ取って、王女助けたのか。てててててて竜王一戦、敵に特に7ダメージを与える。一応ヘルオディンは体力が6になっているので、これで様子見だな。まあどうだろうな、ちょっと先行取られてるからこの後怖いっちゃ怖いんですけど、デビラマゾンビじゃないし、まあ竜王一戦あるから、一応でかいフォロワーが出たら出たでなんとかできる。エラーが発生しました。ただいま戻りました。なんだ、地獄の騎士一体を出すのか。なるほど、ここから毎ターン降臨してくるタイプだな。怖いね、これは。ちょっとここから先がすごい怖いですけど、ソウルイーター体力回復なのか。
史を一体出すと。ただまあここはレオコーンでなんとかやっていきたいね。まあレオコーンでこいつ取れるからいいか。レオコーンでこいつは取りましょう。さて盛り上がってまいりましたよ。盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました。さーてさてさて、3ダメージは確定。3ダメージは確定ですが、まあ、手札にゾンビは1体いる。いやヘルオディもいる。でなんだったら竜王一戦もできる。取ってくるのか。消える。なるほどの。なるほどの。大量に召喚されてくな。逃げよ我が血族。4体か。だったらこれは見せてやるぜ。だったらこれは王女の愛を使いまして、稲妻の加護を使ってこいつらを取る。でその後疾走を持ってる2人で取るっていうのが一番いいかなと思うので、まだ剣は装備しなくていい。俺に力を貸す。ってした後、こいつと、デビヘルオーディンだなこれな。いや待てよ、これ欲張っていいっすか。欲張ろうかな。シーゴーレムとガストでいきます。でテンションを上げます。ちょっと手札があれですが、敵さんもまあまあまあきついと思うので、プラスこのシーゴーレムの守護はめんどくさいであろう。でもう一回テンションを貯めれば竜王一戦も1コストで7ダメージ使えると。必殺技扱いなのがちょっとまああれですが、まあまあまあこれが必殺技じゃなかったらおかしいもんね。次はヘルオーディンするかデビルアーマーするかですな。もうちょっとコストの低いカードが欲しいところでありますが、はい結婚されました。結婚されちゃったね。ただ8コストでの結婚だから、まあまあそんなにね、まあそんなにね。俺のターン。お、それだけか、それだけか。うわー、そうか、マドハンドさんか。だったらここはこうだね。そしてテンションも上げちゃおう。これで雷鳴の剣を装備しました。超えるか、雷鳴の轟きが。でテンションを上げる。で殴る。やっと初ダメージですね。やっとピサロさんにダメージを与えることができた。そして敵さんはここからめんどくさい動きになっていくのでしょうが、はい、毎ターンテンションがマックスになりつつ1枚プラスだから2枚引くんですね。さてどうなることやら。消えろ。なるほど、そいつを倒してどうしますか。残り8コスト。疾走カードってあんまりないもんね。疾走というかその速攻カードか。さて、鳥神。なるほど。うわー、ピサロナイトが、ピサロナイトが、あれなことになってるよ。まあ、勝ちかな。勝ちですね。はい。私の勝ちです。いやー、なかなか面白い試合ができたかなと、私自身思ってはいるのですが。ゾンビプラスこれ楽しいね。なかなかいい戦いができました。対戦ありがとうございました。無念、私の勝ちです。はい、ということで、今回はゾンビプラス、ロトの血を引くもののデッキでやっていきました。なかなかね楽しいですね、使ってて。
まあ今回ちょっといい感じにね、パワフルバッジ、パワフルバッジのキャラクターって言ったら誰だ、ガストとかそういうキャラクターが全員引けて5枚入ってるんですけど、5枚全部引けたのでなかなかいい感じに動けましたけど、楽しいですね。はい、このロトの血を引くものが1ダメージからの、2ダメージを3回できるんですよ。だから結構戦いやすいですね。はい、皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。